はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。こっち行きます。はい、それじゃあ今日は第8回目ということで、農業。特にこの食料問題のところなんだよね。でここのところやっぱり、環境問題であるとか食料問題という一つのテーマがよくね、受験の中では問われてくるので、まあ、ちょっと今回はね、この食料問題を取り上げてと、まあ、しっかり背景というのを押さえてね、行きましょう。 さあ、それじゃあいきますよ。問題見ていきます。ピンと。はい。これは2017年と、思考テストの問題なんですけどね。で、ここの文章。この中での生語問題ということになります。まあ、かなり基礎的な内容ではあるんですけどね。まあ、とてもまあ、しっかりまとまった内容ということで、今回ね、取り上げてみます。特に基礎力を抑えるためのポイントということになりますかね。さあ、それじゃあ見ていきますよ。 この世界の食料問題ということで、発展途上国と先進国に違いが見られるというところなんだよね。で、それを、ま、今回はテーマにしたと。クラスで学習を深めと。世界の食料問題とその取り組みについてポスターにまとめてみたぞということですね。で、その中でと、適当でないもの、誤っているものを選びなさいという問題です。それ以外は合ってるんだよね。一個だけ違っているのがありますよと。その間違い探しをしましょうねという話です。 ですので、ちゃんと基礎が抑えられていて、用語が抑えられていれば、まあ必然的に見つけることができるんだということなんですけどね。じゃあまあ実際的に見ましょうか。発展途上国ではと、所得水準が低く、食料問題、食料の十分に得られない地域があると。まあそうですよね。所得が低い。あとは、まあ環境が厳しい。あとは灌漑設備などを整えることができない。まあ水を引っ張るとかね。あと肥料を上げるとか。 まあそういうのは設備投資ができないことによってというのもあるでしょうね。食料の増産を目的としたと。対策の一つとして20世紀半ば以降に推進されたと。まあここでのキーワードの一つ目はこれですよね。緑の革命というもの。緑の革命というのは、まあだいぶご存知の方も多いとは思いますけどね。よし、ちょっと。ひゅいーと伸ばしますよ。この子は1960年代ですね。 まあ、アメリカが中心となって、後ろに控えてきますよ。そして、食料不足にあえいる地域、まあ、みんなでもぐもぐ食べさせてあげようじゃないかという目的で、まあ、導入されたと。まあ、一応、名目上はね。だけど、実際的には、社会主義の難化というのがあってね。それで、まあ、社会主義っていうのが、社会主義の推進が赤の革命って言いましてね。この赤の革命に対して、緑の革命という言い方をします。 ですので、社会主義がどんどん推進している地域には、緑の革命っていうのが導入されなかったんだ。まあ理想の世界ではね、お腹いっぱいならんぞと。このちゃんと僕たちの言うこと、資本主義経済の流れで行くならばと。ちゃんといっぱいお腹いっぱい食べられるんだぞと。まあそういうのを教え込むためのものでもあったと。結構エグい内容なんですけどね。でもまあ目的とすればね、皆さんがもぐもぐ食べられるようになったというところは非常に評価が高いと。で、そこの中では多収量品種ですね。多収量品種の導入。 多収量もしくは多収格って言い方があるかな。これが導入されましたよと。で、ここではお米バージョンと。東南アジア地域ではお米バージョン。そして南アジア地域とかメキシコに関しては、まあほとんど小麦なんだけどね。メキシコのあたりは主食がトウモロコシなので、まあトウモロコシと。 この三大国物すべてありますからね。ここもちょっと気をつけたいとこですよ。ね。緑の革命は三大国物すべてありますよ。で、こういうものが導入されてと。で、もちろんたくさん実るってわけですから。まあ、それなりにちゃんと設備投資をしないとダメ。水を引っ張ってあげて、ちゃんといつも水が豊富に得られるように。あとは農薬も必要だよね。虫がいっぱいついちゃうから。なのでその虫をちゃんと除去するためにも欲しいと。農薬が欲しい。 あとはたくさん実るためには肥料も欲しいぞというものだったんだ。ですのでね、まあここでは考え、水を引っ張ることと、両方とも三水ついてますもんね。考えと、ね。あとは肥料。農薬。こういうような設備投資が必要だったというわけです。 で、いくつかの国ではと、穀物自給率が上昇したと。もちろんね。もちろんこの中では貧富の差というのが生まれたのも事実ですよ。上手にできる人はよりお金持ちにと。そうでない方は、みたいな感じでね。貧富の差。これが拡大してしまったという弊害はありますけどね。でも基本は食べ物を食べられるという目的はもちろん達成してますね。その弊害としてって話です。はい。 で、もちろん、自給率が上昇したと。これはもちろん、東南アジア地域においてのことだし。まあ、タイにしても、マレーシアにしても、そして、まあ、シンガポールほとんど土地ないですけどね。あとはインドネシアにしてもと。そして、後々は、こっちの南アジア地域でもインド、そしてパキスタン、あ、もちろんバングラデシュもと。いう感じに、どんどんと食料生産は上がったんだ。だから、この内容はもちろん、丸る。次。 ただし農村部では十分にその恩恵を受けることができない地域もあった。もちろんね。この設備投資ができないところだと。近年では世界各地で異常気象による農作物の不作が報告されていると。まあ地球の温暖化などにも伴ってとかね、あるわけですよ。で、貧しい農村部ではもちろん、これですよね。これが設備投資ができないので、その影響が大きいと。その通りでしょうね。ですので、この子も成分と。 ちょっと色つけとこうかな。これ回る。これも回るって感じですね。一方、多くの先進国では国内消費を上回る。うん。量の食料品を輸入し、まあいわゆるお金に物を言わせてって感じですかね。そして大量の食料が破棄されると。フードロス、まあフードロス、まあもしくは食品ロスなんて言い方もありますかね。本当は食べれるのにと。 でもそれを捨ててしまっている。まあそういう現象があるのだと。うん。もちろんそうだろうね。先進国では特にそれが大きい。日本においてもね、飲食店とかで破棄されるものは多いよね。まあちょうど、賞味期限が切れてしまった。あとは消費期、まあ消費期限はしょうがないか。しょうがないか。賞味期限が多少切れたぐらい食べれるけどね。まあそういうものも一つの例だろうということ。特に飲食店なんかでも多いし、まあ家庭の中でもね、まあそういうこともあるだろうと。さあ、なのでこれも実際的に丸なんだ。 そうすればこれ罰なんだろうなって感覚なのよね。そこでずずっと読んでいくと、世界の一部では飢餓ね、食料不足によってお腹が空いたよっていう方々がいっぱいいると。先進国の宝食飽きちゃうんだよね。飽きちゃう食べ物っていうことなんだけど、もういっぱいありすぎて、もうお腹いつもいっぱいですよ。もう飽き飽きするぐらい食べ物がたくさんありますよって意味合いで使う言葉だね。発展途上国の犠牲の上に成り立っているとも考えられると。 型や食べれるところもあれば、型や食べられないところもあるという感じで言ってる話だよね。そして国際貿易において、農産加工品などの輸入において先進国がホヤトレードか適正な価格で貿易をしようと。まあ適正な貿易だね。これを推進しておりと。発展登場国の農家の生活水準が悪化していると。まあそういう内容なんだよね。ここをちゃんと見てやろう。 今この発展途上地域、まあ特にこの加工品って言われているものっていうのはカカオ豆であったりコーヒー豆であったりね、そういうものだ。で、そういうものをまあ適正な価格で、まあ、買い叩かないで、そして農家の方々が安心して生活できるように、ちゃんと適正な価格で買ってあげようと。だから搾取しないってことなんだよね。で、そういう取り組みは先進国が行っているにもかかわらずだぜ。 推進しているのにも関かかわらず悪化するとおかしいでしょうやる意味なくねって話でしょなのでもうこれ国語的にもまずいよね。なのでこの子はダメ。×。まあ今いろんなコーヒー屋さんとかもね、こういうの取り組みを行って消費者が少しでも高いお金、まあまあ実際的には10円20円だけどね、高いお金で買ってあげることで、そしてその生産者が安心して品質の良いものを提供してくれると。なので、まあ向こうの方々のためでもあるし、 まあ我々のね、ためでもあるわけですよ。いい商品が手に入るということでもあるしね。でもまあちょっとした我々の取り組みが、その発展登場地域にいろんな影響も及んでくるんだぞということですね。まあ一種の草のね、運動的なものでしょ。彼らが安心で生活できていれば、そういうプランテーション作物ばかりにやっきりならないで、自給用の作物を生産するようになるかもしれないし。それはまあ今後どういう形になるかはわからないけども、まあ必ずいい方向に好転していくよねって話なんだよね。 好転していくんだからね。悪化はせんでっていうことです。なのでこの子はダメ。まあこういうような文章の見方ができてくればいいよね。まずここでは緑の革命の話であるとか、フードロス。そして、考え設備など、設備投資ができないところでは、やはり干ばつなどの自然災害の影響を受けやすいということですよね。はい。さあ、よろしいでしょうかね。それじゃあ今度続けていきましょう。 今度は思考テストのまた第2問目のところです。まあこれも大体2段階方式の形ですね。まあ文章を読んでいきますと、この図に中のカードの D を調べた班は、世界各地の宝飾と飢餓、健康との関係について、資料をまとめ、探究を進めようと表の3を作成したと。サカラスはサウジアラビア対ボリビアのいずれかであると。ボリビア大丈夫かな南米だね。南米、ボリビア。 のいずれかであると。また、この班ではと。評産中の6カ国。2カ国ずつ、X から Z のグループに分類し、その考察した結果を、表の4にまとめてみたぞと。まあ、それぞれ組み合わせはどうなのよってやつですよ。もちろんね、この共通テストもそうだし、受験の中では、グループは大体いい隣にするのが基本ですよ。 てか一番初めのこの一人当たりの食料供給量なんかに注目してね。あん、ここ数字が近いぞとか。あこれちょっと数字が近いぞとか。まあそういう見方ですよね。まあちょっとやや低いぞとかね。こういうグループの中で見ていくんだなという感覚ですよ。一人当たりの食料供給量が多ければ、たくさんいっぱいご飯を食べてるってことだし。まあ多分お肉だとか、非常にカロリーの高いものを摂取してるだろうなこと言って大体な、飽食バージョンなんでしょ で、こっちのザンビアもそうだけど、これはアフリカの国だよね、ザンビア。やはりアフリカの一つなので、食料不足にあえいでいると。まあ実際的には供給量もちょっと少ないんだぞっていうことですよね。はい。まあここら辺の内容で、大体の大まかな筋が見えてくればいいということです。それじゃあ、ここの部分のね、えー、表の中身。こういうのもありますね。さあ。 まずはこの表の中身というよりは、表とか、ま、ちの、文字の方の中身よりはね、こっちの表のところを大きく整理してみようか。まあ、ここの判例のところは体重をと、身長の事情で割ってとかいろいろありますけどね。まあ、実際的にはここで大きなグループ分けを見てあげてと。まあ、たくさん食べていて、飽食バージョンだなと。と。そして、あとはどうですか <laughs> やはり太りすぎですか。飽食だからね。とかなり食料事情が良いということがわかる。あと、それ以外のところを見てあげると、ここもなかなか興味深いですよね。5歳未満の子供の死亡率がちょっと高いですよね。まあ、ここにはパーミルっていう単位を使ってますね。パーミル、もしくはパーミリって言いますね。千分率です。百分率で丸が一個多いでしょ分母のところにね。だからこれ千分率って言うんです。 よくまあ人口などについてのまあ指標としてねまあ単位としてパーミルを使うことが多いですね。千分率のことです。で、ここの子供のね残念ながら5歳未満、5歳満たす子供たちがあ死亡率が64%ってまあほとんどなくなってるじゃないかということですよね。多分ここの内容とくれば一つは食料不足っていうのがあるでしょうね。 今回は穀物だけじゃないからこっちの量を使いますよ。食料不足も一つだし、あとは何と言っても医療でしょうかね。感染症なんてなくなる子供多いんでしょうね。医療が遅れていると。まあそういうことがよくわかります。まさにこの子が発展途上バージョンなんだなと、仲間なんだなということがわかります。 そして、ここの数字のとこですね。これ結構日本に近いですね。だからこの国はちょっと日本に似てるパターンなんだなと。まあ要するに何が言い,たいかというとアジアの何かだろうと。まあ該当するのはタイしかないでしょうけどね。で、やはり同じような食生活をしているので、まあ太りすぎの割合も少なめであると。そしてある程度タイも今やどんどんの工業化も進んで、バンコクなんかではね、医療もだいぶ発達してきているので。 この死亡率に関しても低くなってるよね、ということがよくわかります。はい。まあ大体大筋わかってきたかなここはある程度所得の高いところ。そしてここは極端に低いようなバージョン。そしてこれがちょうど日本に似ているバージョンというふうにして大きく分けることができるのよね。さあ、それじゃあもう一こいってみようかい。ここ全体的な表になってます。まずはこの、あのところ。 ああ、じゃなくて、アメリカのところね、差のところから見ていきましょう。これ一つずつね、キーワードっていうのが重要になってくるのね。例えばこの、共に一人当たりの食料熱量、太りすぎの割合は好意であると、まあ。まさにこの部分は宝飾のバージョンだよね、なんてのがわかるよね。あとは両国とも、世界有数の高所得国だと。うんなので、ある程度所得が高いとなってくれば、 この中でと。まあ、ボリビアは残念ながらね、南米の鉱山の国なのでね。なのでまあ、こちらの部分はあまりにも標高高すぎるし、貿易もそれほど活発じゃないし、ってことを考えてみると、まあ、サウジアラビアがタイなのかなって気はしますよね。でも、ここでの内容は、まあ、ここもよくよく考えればさっきね、日本にも似てるところだよって話なので、 まあ日本と似てるとなってくれば、まあタイじゃないのかなサウジアラビアはこっちじゃないのかなっていう感覚があればいいですよね。まあ特にサウジアラビアに関してはオイルマネーがあるもんね。オイルマネーで高所得になっているということ。なんたって砂漠のとこに噴水を作ったりとかできるぐらいだからね。まあ非常にこの高所得というところでオイルマネーなんてことが考えられれば、頭をよぎればいいのかなで、そしてこれだね。 1970年代以降に急速に経済的地位を上昇させたとありますよ。そこでサウジアラビアに一体何があったのかってことなんですよね。一応入れておきましょう。サウジアラビアと。1970年代となってきますと、これですか。1973年と。 1> 第1次オイルショックですね。ね。まあ、この石油危機によってと、何が起こったのかっていうと、原油価格の高騰です。高騰ね。値段が高くなるわけですよ。で、この第1次オイルショックとは呼んでますけどね。まあ、世界史的な感じで言えば第4次中東戦争。ま、もともと第1次中東戦争はイスラエル建国のところが問題になってきたからね。 なので、そのイスラエル近辺の部分では非常にまあ、気な臭くなるんだけど、ここを実際にアウラ値段が高くなっていくと、当事者以外に関しては、ね、せっかく金額が高くなったんだから、どんどんほじくってどんどん売ってしまいなさいって話になったんですよ。ですので、もう産油国。まあ、この戦争の当事者は大変だったけども、それ以外のところではね、もうこれが追い風となって、どんどんと金額高くなって、どんどん売って、どんどんお金儲けをしてと、 いう形になっていくのですよ。もちろん背景はオイルマネーですね。これがまあ非常に増えていくってことなんです。で、実際にはこの中東地域は1960年代からと。まあ実際1960年オペック発足ですからね。石油輸出国機構と。これが出来上がってから、この石油メジャー。まあアメリカとかヨーロッパとか、まあアメリカとかイギリスとかね。 その国々に対抗してということです。自分たちの権利を、自分たちの経済のために使いたいんだと、この資源をね。これでどんどん進んでいくわけです。そこでどんどんと金額を、まあ、維持しながら、そして中東の意見が高まりながら、そして世界的にどんどんとね、頑張っていく国でもありますよ。実際は1960年代ぐらいから経済成長はスタートしていき、オイルマネーを背景にね、そして73年でまたブーンと爆発的にこの地域は、地位を上昇させていくっていう内容なんだ。 うん、だこの辺の背景が分かってると、うん、ふむんふむってなるわけなんだよね。さあ、そしたら今度はこっちの段だな。ザンビアと同じようなグループ、アフリカと同じようなグループで、ちょっとまあ、これなんだよね。一人当たりの食料供給量は定位であると。まあ、食料不足にあえでるぞと。そして、5歳未満の死亡率が高いということは、医療の普及もよろしくないと。で、人口集中が見られると。まあ、ある程度都市にね、 多分、都市の部分に雇用が生まれて、俺も俺もって働きに農村から来てるってことなんだろうねで。ちょっとまあ、途上パターンと途上国パターンなんだなって感じはあるね。そして、都市、住民の一部では、食生活の欧米化と。これはもう、はっきり言えばヨーロッパの影響を強く受けたってことだよね。この南米地域だったら、もう絶対的にスペインの影響が強いね。そして、まあ、ザンビアも、まあ、イギリスの影響強いけどね。 まあこういうところでは食生活の欧米化。特にやっぱりここでは近さのところも考えてあげて、ボリビアでうまくいくかなと。まあボリビアの首都ラパス。ねえ。まあだいたい富士山と同じぐらいの高さですもんね。まあ非常に標高の高いところでの首都でもありますしね。うん、なかなか経済的にも発展するのが難しいような気はしますよね。 まあその標高的なところ、位置的なところってことですよ。まあもちろん発展してほしいと思いますけどね。それはね。なんですけどね。まあだいぶヨーロッパの影響。欧米化っていう部分で、ね、アメリカだけじゃないからねっていうことですよね。ヨーロッパの影響を向けてるぞと。いうことで、広い意味合いで捉えられるかどうかということになりましょうね。そして最後、日本と似たようなパターンとして、ここは太陽を入れてあげますか。そこで文章もよくよく見てあげよう。 一人当たりの食料供給量は注意なんだけど、太りすぎの割合は低位であると。まあ、ここはお肉だけではなく、お魚も食べるし、お野菜も食べるし、バランスの良い食生活なのかなというのがよくわかります。やっぱり日本的な感じなんですよね。あとはす。では、屋台などの外食の割合が高いと。まあ、この外食の割合が高いってことは、物価も安いってことは意味するだろうし、あとは屋台、外に出てくるものとすれば、だいぶまあ、 気候的には穏やかなんでしょうね。暖かいオープンスペースのような感じでしょうね。ですので、こういう屋台とかオープンスペース、非常に暖かく温暖だということを考えてあげれば、うん。やっぱりタイで間違いなさそうですよね。はい。さあ、それじゃあここの部分で、サのところがサウジアラビアだからピッピッと来ますよね。そして、シのところがボリビア。シのところがボーン、これですね。そして、タイがスですから、これですね。2番目が正解と、こんな感じに出てきます。 ここではね、しっかり用語を丁寧に読んであげること。それ大切ですよ。よれが出ないようにね、ここで入れ違ってしまったらもう最悪ですから。そして、ちゃんとこの中東のオイルマネーであるとか、このオイルショック。こういうところのね、背景もピシッと押さえてあげること。これが大事ですからね。今回は直接的に関係がない部分だとしたとしても、こういう肉付けがしっかりわかっていると、 どんな問題が出ても対応できるようになるからね。はい。それじゃあしっかり復習してね。あとは地図帳もよく見て。どこの国にどういうものがあるのかということですよ。出る国は出る。もう出ない国は出ないですけどね。ちゃんと出るものは出るものとして塗りつぶしていきましょう。はい。さあ、それじゃあ今日はここまでといたします。じゃあ終わります。はい。お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して。自分のものにどんどんしてってくださいね。 この考え方を自分のものにしていくってことが一番この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。